はい、えー、こちらなんですけどね、えー、カプセルフレンズのボリューム2、アマゾン編ですね。これのね、えっ、ー、と、ボリューム1の方、僕が以前にあの、一回紹介したと思うんですけど、これね、あのー、私のんじゃなくて、これねた、頼まれもんなんですよね。あの、これ一人分です。すごいでしょ。これね、今、あの、このプラスチックのね、あのー、100円の、100円ショップで売ってる、この入れ物に入れてる理由はね、この僕の、 まあ、僕の以前のね、動画を見ていただかないと分からないことなんですけど、僕のちょっとこの机がね、傾いてしまってて <laughs>、もう言わなくて思うんですけどね、このまま置くとコロ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 ,コロかことがっていくわけなんで、で、ちょっとね、あの、この、カプセルを、えっ、ー、と、この、ね、100均のケースの中に入れさせていただきました。これ1つ500円なんですよ、これ500円ね。で、これ1人分なんですよ。で、 なんでこれ頼まれたかって言ったらね、買いに行くのがめんどくさいんじゃなくて、これね、当然あの、ボリューム1の時もものすごい売れたんですけど、あのー、やっぱりね、あのー、みんな、僕もそうなんですけど、まだあるんですよ。あるんですけど、あのね、パッと見て、パッと見て、あ、ガチャガチャの本体にまだあるわ。で、なくなったところを見ても、ガチャガチャの本体にね、で、 パッとまた次見た時にまたあったわあ。あ、あ、まだあるわと思ってね、そうやって余裕をかましてるといつの間にか、あれもうなくなってるわと思って店員さんに聞いたら、あ、もうあれはね、あの、完売しました。あの、あるとこにあるかもしれませんけど、あの、こう、発注してもね、あの、メーカーの方が作っておりませんのでっていうのが結構常なんで、あのー、まだね、僕の、えっと、職場の近くのね、ナンバオタロードとか、やっぱもちろんね、 かなりこれ売れてますんで、お店さんもね、あの、他のガチャガチャよりは、あの、数をね、だいぶあの、強めに仕入れてると思うんですよ。で、まだずっとあるんですけど、まあ、何羽でもさえでね、もうだんだんこれを入れてるね、ガチャガチャの本体がもう空になって空のままのやつがあります。まあ、ひょっとしたらまたこう、発注したら来るのかどうかは知らないですよ。結構でもね、もうそろそろ空のままが多いですね。うん。で、 あの何が言いたいかって言ったら、これ一人分が頼んできて、で、あの僕のね、えっ、ー、と、飲み仲間がいるんですけどね、まあ、飲み仲間の人の、ちょっと家が遠いんですよ。あの違うところにあって、ほんで、そこにね、あのその人の家にも、ちょこっとだけ、あの、まあ、イトーヨーカドーみたいな感じ、イトーヨーカドーっていうか、こう、そういうショッピングモールですかね、にも、こう、ガチャガチャが今あるんですけど、もそこでもね、もう次は補充をしないみたいなこと言われたらしくて、 あのー、今言ったようにね、もう一回言うんですけど、こう目立つ場所はもちろんね、こう大量に、予想以上にね、売れるっていう見込みがあるから、発注してるからまだ在庫があるんですけど、そろそろ、本当にそろそろですよ、そろそろなんかね、あのないっていうような状況が出てきてるお店が出てきてるみたいですね。うんで ちょっとね、あの、一人の方からこれ頼まれてすんませんけど、あの、島とごまさんの近くってこういうのいっぱいありますよね。かああ、まだありますよって。でも、なんか、殻のやつは殻、ああ、そうでしょ言うから、うん。で、まあ、でも、たまたま殻からなんで、また、その殻もね、まだ元に復活すると思いますよって言ったら、いや、もう買っとってほしいんですよ。からああ、いいですよ。別にこんなん軽いんでね。別にこんなん1個が重たいわけじゃんし、10個でもね。別に女の人でも持てる量ですよ。で、いくつ買いますと言ったら、いや、もう10個買っといてるから、ええー 10個5000円ですよっあ知ってる知ってるって。あの、これのね、1の時のやつも買ってるから、いいんですよ。え、5000円ですよって。いいよって。まあ、本当は <laughs>、お金持ちですね。僕なんかそんなスッとね、これ1個買うのでもどうしようかなって迷うぐらいやのにね。で、これね、ひょっとしたら僕以前ちょっと紹介したいような気がするんですけど、もう一回ね、紹介させていただくんですけど、まあね。 ラインナップの方がこれで、これとね、一緒にこう、応募券みたいなやつが入ってるんですけど、ごめんなさい。ちょっとその応募券にどっか行っちゃったんですけど、で今回ね、えー、もしね、みんなもね、もう近所にいなかったらね、僕みたいな、あのー、もう未だにね、あ、ここ行ったらあるわっていう人にね、こうやって頼んで、あのごめん、今のうちいくつ買っといてって言った方がそろそろいいかもしれないですね。で、これがね、可愛い,いですよね。獣フレンズね。うん。 僕思うんですけど、この商品に対するお問い合わせの、ここのナビダイヤルに電話したら、この商品頂戴ったらいくれるんかな <laughs> そんなわけないですよね。ただでくださいと何も言っとんねんって話ですよね。うん。あ、ごめんなさい。1ページね。こういう風になってますね。かわいいですね。これね。で、えー、っと。ね。えー、メガネカイマン。カピバラさんね。 でブラックジャガー、ジャガーね。これいいですよね。デフォルメリッタイズカカプセルフレンズ第2弾。これ今回アマゾン編ですね。これもうすごいですよ。だいたい1人がやっぱ5回ぐらい平均回してますね。だからすぐ空になってるんですよ。だからもう随時随時ね、もう店員さんがね、もうガチャガチャの本体にこれを随時もう補充してますね。うん。カプセルフレンズ、あ、うん。 すごいですね。もう、今日行った時でもね、えっ、ー、と、これですよ。あの、私がね、これまあ、えー、10個ゲットしました。でね、10個ゲットした後に、これを10個ね、あの、こうゲットして、こう袋の中に入れて、まあ、ブラ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 してたんですよ。ほんなら、 たまたまでしょうね。もう他のところもね、結構あれカラカラになってるんですよだから、あやば、先買っといてあげてよかったと思ったらね、ちっちゃい子が泣いてるんですよ。うわ、これ欲しいって店員さんがね、いや、またあの入ってくるのは入ってくるんで、ってたら、なんか店員さんもね、そろそろひょっとしたら、あの、なくなるかもしれないね、かもって言ってたんですけどね。で、次入ってきた時はもう急いでね、もう欲しい分をもう回しといた方がいいかもしれませんよって。で、店員さんもね、決めつけで売ってるわけではないんですよ。 あの、ひょっとしてそれでまた入ってきたら、その店員さんがね、何やあんたのところ利益欲しいから言っとんかいって話になるんで、まあでもね、店員さんはこれもう、以前の時そんなこと絶対言ってなかったはずなんですよ。でも、店員さんが言うぐらいやから、そろそろそんな感じにやっぱなってきてるんでしょうね、ナンバの方もね。はい、こんな感じでね。 皆さんもね、まあ、まだ僕の勘違いだったらごめんなさいね。僕の、あごめんなさいあ、その依頼した人の勘違いだったらね、たまたまその依頼した人が僕にね、なかったからちょっと焦ってこう僕に頼んだだけかもしれませんし、まだまだね、これから2ヶ月後も3ヶ月後もこれがずっとボーンとあるかもしれないんでね。うん。でもね、急いで買っといて間違いはないと思います。もしいるのならばね、うん。はい、こんな感じでね。 今回、えっ、ー、と、まあ、開封はしないんですけど、これ頼まれもんね。だからこれだけ人気ありますよっていうのと、ひょっとしてそろそろなくなるかもしれないですよというね、告知的な、こう、まあ、あの動画の内容になっちゃうかな。はい。でね、また僕のね、あの、動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひ、チャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いいたします。